い大阪の形においては中央あこういう形で大阪を作り直します。西成区、中央区、西区、天王寺区、浪速区、西成区、これを一つの区とします。一部新聞報道でもう出てますけどもね、 A、B、C、D、E、 今の大阪市を5つに分けますが、新しい区の名前は東西南北中央、この辺りを基本にしようと思ってます。というのはね、どこかの区の名前を残すとそこで喧嘩が生じますから、基本的には東西南北中央で、そういう方針でいこうかな。ただこれは最後は大阪市民の皆さんにしっかり意見を聞いて、どういう区の名前にするか最後決めますけどもね、一応僕が考えているのは、今のその天王寺とか安倍野とか、そういう名前はね、どこを残してどこを消すっていうと必ず揉めるんで、そうじゃなくて東西南北中央でいく、東西南北中央、西成区は新しく中央区という名前になります。大阪都中央区です。だからといって地名が全部なくなるわけではありません。中央区の後にですね、今の地名は全部残していきます。ただこれは原則であって、地元の人がですね、いやこの地名はもう変えたい、この地名はなくしたい、削りたいっていうことがあれば、それはそれを尊重しようと思っています。ですから例えばですよ、この E というところは中央区ですけども、この間天王寺区でね、タウンミーティングしましたが、天王寺区、天王寺っていう名前は絶対残してほしいって言われたんですね。大阪都構想っていうことを言ってると、まあここ西成にも自民党の市議会議員いますよ。あの自民党の議員はね、大阪がなくなる、大阪がなくなるって、なくなりはしないんですよ。もう消えるわけでも何でもないんですから。地名がなくなるとかなんとかって言いますけど、なくなりはしません。地域もなくならない、町内会もそのままなんです。ただこの今まで西成区っていうところで一つでやってたところをね、難波とか天王寺とか、まあ、西、今西区なんておしゃれですよね、こういうところと一つになって、新しい区、特別区っていうんですか、新しい区に作り変えます。選挙で選ばれた区長を置きます。そしてその名前はおそらく中央区になるんでしょうけども、その下にね、名前、もし西成という名前とか今の地名をそのまま残したいという声が大きければ、中央区西成なんとか、中央区西成なんとかなんとか町とか、例えばどういう町、岸の里とかがあるんだったら西、中央区西成岸の里とかですね。でももし西成という名前をもう外してもいいよってことであれば、中央区、そして西成の名前を飛ばした次の地名から中央区の下につくということ、どちらでも構いません。これは住民の皆さんのご判断にお任せします。決して僕はね、西成という名前を何か、なんていうんですかね、非常に悪印象があるマイナスだと、そればっかりには思いませんが、しかしやっぱり住民の中にはね、その地名というものが高度成長時代を通じて、かつては西成というものは非常にブランドの高いね、裕福な地域であった。特に西成のこの地域、まあ課題が集中しているのは本当に北側の一部の地域ですよ。でその他は全然もうむしろブランドの高いね、そういう地域なのに、高度成長時代に全部ここに課題を押し付けた、そういう経緯からね、やっぱり西成という名前にちょっとマイナスのイメージがついていることも、これも事実です。これは皆さん気分を害されるかも分かりませんが、そういう西成という名前を聞いて全国的にねマイナスのイメージがあることも事実です。ただいやそうは言ってもね、とこの名前はねやっぱりしっかり残していこうということであれば、中央区西成なんとかなんとかっていう住所で名前でいいですし、いや新しいもう中央区ということになったんであれば、もういいよ中央区で行こうということであれば、中央区西成じゃなくて、その下に、今西成区で岸の里とか、あとどういう名前ありますかね、玉出とかね、鶴見橋とかいうことであれば、中央区玉出とか中央区鶴見橋でも結構です。どちらでも結構です。これは最後に辻先生、中村先生が
皆さんのご意見を聞いて最後どうするかってことを決めますけど、まあ、要は西成区はですね、この中央区とか天王寺区とか西区、浪速区と一緒になって新しい地域を構成するということが大阪都構想です。そして皆さん、じゃあこうなった時にね、生活保護の問題とか、まあ、課題がいろいろあるところで生活保護の受給権者が多いから、この地域一つになった時に財政的にお金の面で苦しくなるんじゃないの。これもね、散々大阪都構想を批判してきた学者とかコメンテーターとか、特に自民党とか民主党とか共産とかみんな言うんですけど、安心してください。この中央区は、僕はなぜ大阪都構想がね、西成再生の切り札かと言いますと、この新しい新生中央区は大阪の中で最強の区なんです。一番税収が上がる区、一番これ将来に、大阪の将来においてですね、発展可能性が一番高い区でもあるんです。だからといってですよ、ここ一番税収が上がるんですけどもね、ここだけお金全部丸儲けってわけにはいきません。 A と E、 ここ A は今梅北、梅田とかああいうところが入ってるところですけど、この A と E がものすごい税収が上がるんです。だからこの税収は B とか C とか D にやっぱりしっかり配っていかなきゃいけないということをやりまして、全体の調整はやります、全体の調整はやりますけども、この E という区は税収が最も上がる区になります。そして生活保護費については、生活保護費については別枠で計算しますから、この中だけで全部生活保護費を賄いなさいとかそういうことにはしません。生活保護の問題というのはこの大阪今の地域内全体の問題でもあるので、生活保護費についてだけはちょっと別枠、これ今大阪だけで2300億円ぐらい使ってる、そのうちの4分の1ですから500億円ぐらいが大阪市の税金で生活保護費払ってるんですけども、それは別カウントにしてしっかりお金手当をしますので、生活保護の受給権者が増えてもそこで財政が苦しくならないようにしっかりと調整をする制度を作っております。ということはですね、いい区、中央区は西成区の皆さん含めて中央区属するところは大阪の中で最も税収が上がるそういう地域になります。まずそこをしっかりと認識をしていただきたいんですね。そしてですね、そっちの再編効果の、はい、それと